はい、おはようございます、今日ね、ちょっと鮎の季節に入ってきました。まあ鮎は今放流鮎とかで、まあ、天然鮎、まあ、うちの場合暴れ鮎が間もなく入ってくるんですけど、天然のね養殖鮎がどんどん ありますので、鮎はね金額と味と考えると天然にこだわる、あくまでも天然なきゃいけないっていう方もいらっしゃれば、鮎の香りが川茸の香りがなんですけど、川茸の香りがあればね、十分だという方にはこの頃素晴らしいね、養殖の鮎が出回ってますんで、十分だと思います。じゃあキャンこの鮎の串打ちってよくありますけど、じゃあ今キャンプ流行ってるから、じゃあ 串打ちをしようという時に、じゃあいろんなものを忘れてきたと、割り箸でいいんですよ、こういう割り箸で。これねコツはちょっと濡らしちゃうんですよ、燃えないようにね。でこれも全部鮎の体内に入れとけば、鉄串がなくてもこれで代用できますん で適当に先っぽだけねナイフでもいいし、まあ、こういう感じで先っぽだけ尖らして、まあね、たまたまこれ竹のねお箸が住職用にあったんで、これを使ってみると、まあ、こういう感じでしょ。これじゃあ鮎って基本的に一番最初何をすればいいんだろうってね、魚だからね鱗を取って内臓を取ってとかっていう処理があると思うんですけど、鮎は一切いりません。で鱗を取る必要もありません、内臓を取る必要もありません。まあこれ鮮度のいいね鮎に限りますが、ここにある香り、まあ焼くんで、要するにね両手で食べるわけないんですよ。バーベキューの場で食べるものですから、野手があっていいんです。だから野手をすごくね大切にするんであれば、それはいりません。でここのこう中骨がありますから、まあ要すれば背びれ、こうこれでねもう売ってるんですよ、泳ぎのような形だから、この背骨に沿わすようにがとりあえず入れちゃえばいいやで、表にこの出さないように、鉄だったらね、燃えませんけど、木の、即席で作った場合は燃える場合もあるので、こうやって入れます。でね、塩打ちするのはどこやったらいいのかって言ったら、ここ胸びれ背びれで、ここの天然はここね、ここの色がここが先っぽが赤いですから、これ養殖ですね。ここの部分が赤いのが天然鮎です。で、ここにこう置いて、で火にかけて軽く化粧地をして、焼いていきます。で、鮎ってね割り方、油が多い魚なんで、まあパラパラっていうより、まあ、大胆にね打っちゃっても、まあ野趣あふれていいと思うんですね。まあこうやって塗り込むのが、こうやってね塗り込むのがいいですよね、こう感じで。でここのここもね、こんなこういうイメージ返して、こういうこのくらい打ってもね大丈夫なんですよ。これでね火にかけて焼いていきます。だからねこれを順番にやっていくと、でこう入れる、でここにこんな感じ、おお、いい感じに焼き上がってますね。あ、すごいすごい。はい、
夏の魚、いいですね、アユ串焼き完成です。こんな感じにね、簡単にできます。アユは美味しいですからね、どんどん今年も京都のね絵描きさん、書道家とかいらっしゃいますよね。このアユを食べると額から汗が出ないっていう言い伝えがあるそうです。額から汗が出ない、汗をかかないっていう言い伝えがあって、朝アユを食べるそうです。今この文化が残ってるかどうか不明なんですが、アユの皮ごけにはね、そのような作用があるのかもしれない。でこの和歌山のこれ、一番僕が気に入っているアユを僕が入荷したので焼いてみたんですけども、ここは皮ごけの入れ方が綺麗で、ほぼ天然に近い香りがします。でこんな感じにね、まずカロリーを前回が下の3本、上の方が3分の1カロリーでちょっと焼いてみました。だからちょっと野趣あふれる焼き方にしてみました。これね、こういう簡単な打ち方でも割り箸でいけますんで、どんどんと利用して、鉄串をわざわざね買わなくてもアユのバーベキューはできます。こんな感じですね。それではまた明日、以上です。